ナビゲーターの田口千恵子です。このコーナーは名張市民みんなが差別や偏見をなくし輪になってつながっていくために名張市人権男女共同参画推進室の方々にお話を伺っていくコーナーです。本日はこの方にお話を伺っていきます。名張市人権男女共同参画推進室の福増です。福増さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今回は6月8日に行われました名張市人権童話教育推進協議会総会記念講演会についてお話をお伺いしていきます。今回は前回の続きで6月8日に行われました名張市人権童話教育推進協議会総会の中の、特に記念講演会について伺っていきたいと思います。今回の講師はスマイリー菊池さんという芸人の方でしたね。私スマイリーさんのお顔を見てチラシなどでもね拝見して本物も生で見てあなんか知ってる方だなお見かけしたことあるなってでもどんな芸をする方だったかなってこうちょっと記憶をね探るような感じだったんですが講演の中でスライドのお写真が出てきてそれがペヨンジュンさんのこうマフラーをしてメガネをしてにっこり笑ってるねあの写真を見てああそうだあの方だとペヨンジュンさんのねモノマネをされていた方だと思い出しました。いやスマイリーさんっていうねお名前についているお名前の通り本当に優しい笑顔の方でしたね。はい、お笑いタレントのスマイリー菊池さん当日会場に到着された時そしてお帰りになる時私たちスタッフのいろんなところにあちこちに行って歩み寄っていただいて笑顔でね挨拶されていました。チラシやポスターの写真の通りとても優しい雰囲気の方でした。そんなスマイリー菊池さんですがある日突然インターネット上で殺人犯にされ言われなき誹謗中傷を長い期間にわたって受けるというとんでもない体験をされた方です。そんな恐ろしい人権侵害があっていいものでしょうか。冤罪事件の恐ろしさについて考える機会になりました。はい、私もこのスマイリーさんがどんな体験されたか講演聞くまで知らなかったんですけれども極悪非道な殺人犯だと事実無根のデマを流されてご本人がどんなに公式に否定をしてもその中傷が全く収まらずスポンサーとかテレビ局にクレームを入れられて仕事にも影響が出てまたご本人のみならず周りの人が脅迫されるなどまだ今のようにネットも発達していない1990年代にこんなことに見舞われるなんて本当にどれほど辛かっただろうなと思いました。当時はまだねこのような事件をなかなか警察が取り合ってくれなくてずいぶんご苦労されてすっごく遠回りして時間がかかってやっと真剣に捜査してくれるという警察の方に出会ったあの下りのねお話聞いている時はもう本当聞いていて涙が出ました。同感です。自分を守ってもらえないと知った時の失望感そしてネット上の書き込みで誹謗中傷され続けた長い日々はどんなに恐ろしかったことでしょうか。私が一番驚いたのはそのデマを、みんなが信じてしまって特にそのテレビのコメンテーターなどもしていた、とある有名人物があたかもスマイリーさんが犯人の一人のように連想させる文章を記載した本としてね出版してしまったと。でその方は私も何度もテレビで見たことがある人物でこう警察の事情に詳しくてすごくその語られるコメンテーターだったのでその人の本にそんな、犯人であるかのようなことが書いてあったら大抵の人信じてしまうと思うんですね。そういうふうにこう芋づる式にこうデマが広がっていってしまう、それが怖いなと思いました。でもそれだけ世の中にあふれてる情報っていうのは不確かなんだなっていうこともよく分かりました。私もねこうやってラジオの仕事をしておりますので信憑性の低いことを言ってしまっていることもあるかもしれないなって。でまたこうラジオから聞こえてくると真実だって思ってしまう方はやっぱり多いので本当に私自身も気をつけないといけないしまた間違いだって分かった時には素直にすぐに認めたいなっていうふうにも思いました。噂を信じ誹謗中傷の書き込みをする人の多さに私も本当に驚きました。
個人のつぶやきがインターネット上にあっという間に広がってしまう怖い世の中になっているなと思いました。そのネットで、まあ、警察が動いてくれたことでネットでスマイリーさんの中傷コメントを繰り返している人たちの身元が判明して、でその人たちが警察に呼び出されて、でこうそれはデマだと、でこれは犯罪だと脅迫に当たるとか、まあ、警察からちゃんと説明されて二度とやりませんというふうに言っておきながら、わずかその3時間後にはすぐまたその中傷コメントがやめられない、まあ、匿名であるっていうこともあってね、でそのネットに中傷コメントを書き込む行為がやめたくてもやめられないというか、まあ、それぞれに理由は歪んだ正義感であったり、ストレスの吐け口であったり、間違った自己顕示欲であったり、ネットの中傷するその行為にはすごい中毒性、依存性があるっていうことをね感じて、すごく恐ろしく感じました。それからそのネット中傷を繰り返していた、まあ、19人の、ね、主要なまあ、犯人がいたわけですけれども、そのほとんどの人が本気でスマイリーさんが犯人だと、その殺人事件の、ね、犯人だっていうふうに信じていたと。だからその正義な行いをしてるって信じ込んでやっていたっていうのも驚きで、その自分の思い込みとか偏見の強さとかそのしつこさ、その思いをなかなか覆せないっていうところもあるんだなっていうのもねよくわかりました。私もスマホを持っていますが、いろんな機能を使い切れていませんし、よく分かっていないことも多いのでなんとなく怖いし、書き込みをしようとも思わないんですけれども、うん、書き込みをしようとする人の中には匿名ということから表現がどんどん過激になってしまうのではないでしょうか、うん、そう考えるとやっぱりスマホやパソコンの向こうには生身の人間がいるんだということを想像できるかどうか、それが大事ではないかと思います。スマイリー菊池さんに起きたような人権侵害がいつ何時自分の身に降りかかってくるかもしれません。もし自分だったら怖くて家に閉じこもってしまうかもしれません。でもスマイリー菊池さんは自分の身の潔白を証明しようと行動されました。すごい勇気だなと思いました。本当にいつこの被害にね自分も遭うかもわからないっていうことも講演の中でよくわかりました。まあスマイリーさんのお話を聞いていて本当に大変な思いをされて、私がその立場だったらきっと自暴自棄になってしまったり、何もかも嫌になってもう逃げ出してしまったり諦めてしまうような気がするなと思ったんですけれども、まあ、スマイリーさんもね実際にはそんな時期もあったかもしれないですが、今あの語られてるその語り口が本当に淡々と恨みつらみなしに爽やかに真実を誰を恨むことなくこう語られてるその様子に感動しました。本当に長い間大変なご苦労をされて、まあ、今もねやっぱりその完全には終わってない、まだまだ終わってないことなんですけれども、まあ、その経験を生かして今こうやって私たちに大切なことを実体験として伝えてくださっている。なのでスマイリーさんのこの体験された出来事っていうのは私たちの学びに つながってると思うと、すごく大きな役割を果たされているんだなって、本当にありがとうございますっていう気持ちになりました。スマイリー菊池さんね、今後も講演活動を通してまだまだねこういったネットの恐ろしさ訴え続けていきたいっておっしゃってたので、ぜひ機会があったら皆さんにもね聞いていただきたいと思います。今回は名張市人権童話教育推進協議会総会記念講演会というテーマで、名張市人権男女共同参画推進室の福松さんにお話を伺いました。福松さん、ありがとうございました。ありがとうございました。